喋ってよ。何喋ったらいいですか。多分なんか関東の友達が見てくれてるっぽいねけど。もう走ったぞ。喋ってるやん。全然喋ってない。え？結構聞こえるもんなんか普通の声で。聞こえてるんじゃん。え、聞こえてるよね。声張れ。声張れ。声張れめっちゃ張る。いや、声小さいんか？聞こえてるやろ。よし。これが神戸最強のヨスリンさんやで。神戸3番手ぐらい。はい。人おるからいっぱい来てほしいんやけどな、みんな。
うちの場所もずっとなんかふーちゃんが最強でみんなそれに乗ってもらってるって感じで、あるある、はい、もともとは名古屋じゃなくて岡山やねんけど、母親の実家が名古屋なんで結構行くことが多かったっすね。サンクスはもうほんま台が埋まりすぎて、確かにどっかから持ってくるしかないですね。あれはセガどうせ流行ってないのに。要するに何使いなんですかね。なんか関西ではコール使いって言われて、関東ではもうキングで覚えてもらってるけど、自分はキング頑張りたいけど、なんかいまいち強なんないっすね。これが悪いっすか。これが悪いっすか。レバーストラッシュ。いや、ほんまにほんまに。レバーあれや。いや、ほんまに。いや、なんか悪いらしい。なんか悪いらしい。神戸は鉄拳教えてくれる人はあんまり教えるっていうのはおらんけど、みんな仲良くやってるから言ったらいろいろ教えてもらうと思うけど、なんか狭いから乱入は全然してもいいと思うけど、確かにちょっとやりにくいね。
何やろ、食う全然拾わなかったから、一時みんなちょうどやってなくて食う全然拾わなくてみたいな感じかな。うわー死ぬの嫌や。ちょいちょいサイクスでやってたんやけど、食うでがっつりっていうのがもう完全なくなってしまって、ちょっと寂しいけど。多分クールはその神戸勢の東部市あたりが強い人らがみんなおったけど、そのちょっと中堅層というのは全然同じで、みんななんか強いの同士もやらんくなったしって感じかな。弱い人が来おへんかったから。天狗お前喋ったよ。仲良くやってる？なんとか。しょうがないから天国でも打つのか。天国も早く打ったりや。ヨズリンがバーもなるぞ。お前苦しんでんぞ。今マジ知らん。アミパラがなんかめっちゃ目撃情報あるけど、アミパラめっちゃ家近いですね。めっちゃでもないけど一番近い。やってんねん。
にちょいちょいやってる。マチョもう行くよ。最近行ってないけど。これコメントなし。え、これもう終わってんのかな。いや、いけてるでしょ。やめて。いや、なんかもうそのネタ言われすぎて、言われた時の反応に困る。インクロしてるから。インクロって言ってるね。インクロ教えてください、天国さん。インクロ、なんか深夜にマダさんとキーロックと放送してて、はいはい、でイークロかドラゴバーンズどっちがいいですかって一生言ってくるんですよ。バーンズがどっちでもいい。どっちでもいい、確かに。最終的になんか、なんていうかな、キーロックに逃げる、教えてください、逃げる使ってくださいとか5時間ぐらい言い続けた。同じ人か。同じ、イークロックか。要望のプロです。画面出るはず。てかそのコメントビューに全部映ってるはずやの。コメントを見ればいい。これ見ればいいんですか。え、これ。これを見ればいい。アドレスは貼らなくて。あ、アドレスあった。どっちが強い。まあ、完全に超やろな。昔は買ったりもしててんけどな。超さんも三島使いですからね。あ、いけた。間に生まれたばっか言ってオレンジが一番熱いのって。なんか最近ちょいちょい日本橋行ってたけど、オレンジが最近熱いって聞いて、今日はちょっと見てみようかな。平日は絶対オレンジだったよ。平日は絶対オレンジが流行ってます。店長が呼んでくれるから。日本橋は土曜がめっちゃ流行ってる。あ今はね、ラースやめましたわ。うまーすやめた。うまーすやめました。うまーすやめて。ピヒンだ。今さっきゲームから100個に上がった。上がったんすか。100個に上がった。拾い芋、拾い芋。もう最後7連勝ぐらいいった。やっぱ上がった。やっぱ上がりました。すごいな。広山に負けたら終わりですか。広山はなんか昔ちょっと負けたし、やらかされ負けたよ。うん、もうちょっと慣れたかな。剣団はあんまりいないけど、サブやったらめっちゃいると思う。あ、さっきちょっと見た感じ、ラダンダオンとかシラとかめっちゃおる。あ、シラとかなんかラセットがめっちゃいると思う。いや、ダイン、ああ、上がれへんもん、ほんまに。あの最高、風神昇格のチャンスまで行って、で慣れずで、もうそのままなんか落ちたり下がったり。よく知ってる。たまにラッシュオとかも楽しい。でもこれ体操とか言ってんねんけど、体操って誰がコメントしてんの。絶対ちゃうやん。オンラインやってるよ。なんか深夜1時ぐらいから1時間ぐらい結構やってる。サブ座れそうって言うけど、もうそういうのに入った方がいいと思うやんな。なんかまあ同じ最高、同じ人とやりたいっていうのはあるけど、どうなんかな。結局やらなあかんもんな。結局やるけど、結局やらなあかんし、別にそれボケて言ってもな。やらなくてもいいとは思いますけど、ね、やった方がいいと思うけど、まあ、やった方がいいと思う。買った時嬉しいし、あ、てか買ったらそのまま全部吸いまくって、あ、確かに、いける場合あるもんな。サブでもしかもその段位ってことは一応その段位の実力ですからね。そう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 、サブもみんな強いわけじゃないから。そう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 、それやったらもう全部できるようになりますからね。上手い人もサブやからって
強いわけではない。あの決まったキャラしか使えへんと。わからんまで言ったらもう一生する。あ、そうそう。7段くらいやったら結構厳しいかもしれんけど、剣弾とか。そうやな、剣弾とかやったらなんかめちゃめちゃ上がってる途中みたいな。けどいいチャンスやと思うけどな、コーダーの人とあの大騎士できるっていうのは、向こうも絶対本気というか勝ち気で来るから、そこをなんとかするみたいな。コーダーとサブをなんか嫌がらせで殺して煮えてメイン刺させるみたいな。それできたらいい。昔はほんまに嫌やったもん。またさん の, あのボブとか鉄拳用で何枚も持ってるから俺がライジングくらいってめっちゃおった。それボブで、ボブがそうボブ何枚持ってるのライジングのボブ倒し、やっと倒したとか思ったら鬼人のボブ出てきてこれはすごいかも。持ってるめっちゃあったっすね。一時まださん2枚ずついったいやもうやるしかないから最初はもうめっちゃ嫌やったけど、もうそんなやってても鉄拳になれへんわと思ってた。鉄拳なってないからな。なりたいよな、やっぱり今回剣王なりたいし。あーなりたいな。とりあえず剣王まず神台行ったよ。あー神台、神台行ったよ。神台って神台強いもんな。みんな物理いいやんな。俺もDR の時とかモンテ行き出してサブとしかやらせてもらえへんというか、メインにまで行けへんもんな。確かに最終的にメインついに来たみたいな感じで、そういうのが楽しいけどな。俺は結局ブリさんと結構対戦してるけど、ブライアンとは対戦したことないから。ああそうなんだ。俺もそんな感じやった。サブとかちゃうけど、仮想は問題やん。俺も仮想やから遠く行ってんもん。京都行ったり。そうそう京都行ったり。俺京都と大阪の間ぐらいやから家が。だからモンテ君もアチュリ君も同じぐらい。ああ確かにそれはある。サブはやっぱりちょっと本気というか適当にやりたいことやる。遊んでるかやりたいことやってるから。あーまあめっちゃくちゃ差があったら思んないと思うけど、それは別にやらんでいいと思うから。そうそう、だからメインがラダンでサブが剣弾ぐらいやったらもう絶対やったほうがいい。それは全然いける。砲弾の初弾とかもやってるから。確かにサブ頑張ってる人もいるもんね。サブ結構頑張ってる。ポール、ポール、あー要するにポールのイメージ。ポールがサブ。マダさん買ってます。え買ってます。たまには話してください。それ違うのよ。頑張れロバちゃんで。ほんま昔からマタさんに鉄拳いじめられまくって、ほんま落とされまくったもん。モンテ通い出した時は落としがいないよな。なんかいや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 何変わらんやんなって落としてる。どういうことっすか。お前お前でもちょっと成長してるじゃないですか。いやまるで成長していないよ。落としがいがない。あんない天気の気持ちに分かるもん。お前アメリカの空気通過日がお前高く飛べる気なんて言ってたからな。モンテの空気モンテ行ったら強いって思うっていう。マタさんはほんま何使っても強い。マタさんでもあんまりサブやってるの見たことないです。あーさっきなってからはやってないやろな。昔はめっちゃやってたもん。俺の挨拶とかめちゃくちゃ弱いで。ビビるくらい弱い。何投げされたの結果的に分かる。
結果的に投げられた後でも何投げやったか分かる。でもこれゆうゆう俺よりいい勝負してるんですよ。え、どうやったの？マドさんでやったの？マドさんでやって1回目勝って昇格光って負けて8連敗9連敗。あ、マジで2回か3回しかなってない。苦手意識ある？苦手意識は全然そんなにやってもらったこともなかったから。マドさんやったら投げ向け結構投げ、そう投げでも抜けられたから。そうなの、きつかったんです。ここやったらここみたいな。ゲームを少し上げたい店長、なんかゲームを上げたいらしいです。ここでのゲームこの中の聞こ向こうに聞こえる音。あと3分ぐらいで終わる。もうすぐそれ、もうすぐ終わる。あー、もう終わるみたいやから。延長延長勝手に。いや、でもさっきからすると。あ、でもさ、これ延長。いや、あの、取り直し。1回聞いていただく。あー、鉄拳教えてあげるよ。お前みたいなこと言うな。いやいや、俺でよかったら教えてあげるよ。お前みたいなこと言うなよ。俺やったら、ほんまにあの説明とかめちゃくちゃ下手やから。投げとる相手だけのキングはどうなんやろ。もう結構もうイライラしてくるやん。イライラするけど、そうかな、できるだけ右横移動をしながらから抜けれたらいいんやけどな。あ、抜け、まあ横移動とかめっちゃいいよな。横移動で投げよけれるし、ピンポイントで横移動したら、そうそうそう、ただめちゃくちゃ前詰められて相手とかやられると当たるから、それとも暴れるか。そう、ジャブとかでも欲しいな。うん、こっちがライトゥーだったらいい話なんですよ。こっちがライトゥーではいい。ああ、そうやな。お返しにライトゥー。そう、抜けれん自分が悪い。もうでも言うたら奈落と追いつきの二択みたいなもんで、投げはしゃがんでみたいな来たらいいと思うけどな。俺は投げは頑張って抜けて、もう絶対投げやって思ったらしゃがむみたいな。しかも奈落が追いつきって言っても、しかも何やろ、勝手でもガードできる奈落みたいな。そう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 、抜けれるチャンスはまだある。そうそうそうどれか押そうみたいな。それが辛いですね。キングしゃがまれたら打てし、勝手でも抜けられるしみたいな。そうやな、攻め続けれたらいいけど。番長今大阪みたい。番長大阪におるんですか？なんか明日ぐらいにナムコで東西線あんの？あー、土曜日やから。え、なんか誰かから聞いて。あー、全然わかんないですね。攻め続ける。俺も最近めっちゃ攻めたいのに、攻め方も忘れちゃった。なんか、あの中途半端すぎるもん。攻め続ける人が結構でも何上がっとるでしょ。そう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 、攻め今回強いもん。俺なんか全然攻めへんから。いやでも当たった時の破壊力が怖すぎてさ。あ、お互い様やけど攻めてる方も守ってる方も。あ、アイマスのイベントなの。ああ、ほんまにリーナの。あ、これ次どうやったら取ろうの。もうね、あのゲームを打つんだけど、ゲームを打つ、まあ、なんかゲームは結構打つ。大丈夫、今これ聞いてる人は大丈夫。どっかに来場者もいるんだ。
もう見れてんのかな、これ。全然わからない。全然わからない。来場者の、あ、そう、どっかに見れるはずなのに、あ、来た、わかるね。いやー、わけとんのめちゃくちゃ手間取っちゃった。全然わからん。全然わからへんやな。店長が全部やってくれてるけど。KO! Round 2. Fight! セイブは髪逆転だ。ガンリューの髪やばかった。ガンリューやばい。ガンリューやばかった。ガンリュー俺っていうのちょっと怖いと思う。ガンリュー怖い。ガンリューやばかな。ガンリュー絶対強いよ。見た目嫌やからあんまり使わない。どんだけな年齢使えない。そう、俺逆に女キャラも KO ワードとかも やったけど最近全く使えへん。ワードしたら難しい。ワードがちょっとやりたい。面白い。ああ面白い。やってたらデブランシーレイジやばい。レイジやばい。レイジハードケズリやばい。一瞬は打ってるだけ。ある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 。俺もあるめっちゃやる気出て、おっしゃやるぞみたいな感じで来たら誰もおらんみたいな。どうしようってなって、やる気出たらオンラインやればいい。まさやな、オンラインやればいい。オンラインあんまやる気出ない。確かに。でも適当になってしまうし、もう適当になってしまう。もういいわって。負けたら耐えるし。K.O. 俺コンピュータ戦は基本的にやらんかな。やっといて誰かに連絡するか、モニター見とくか、まあ、ちゃうゲームやる。ちゃうゲームやってたらダートって読めたかな。いやいや今のゲームやる。他のゲームできたらね、音ゲーとかはやるかな。たまにあるあるとかいう一人でできるゲームだったらそれぐらいやつ。で、社員のできるやつから移動できるから、あの持ってらへんやつから何個もゲーセンあるからちょっとあるけど。死ぬの KO Final Round いや全くそんなことないよ。どこしよう。あ、そう、なんか前回誰かがまたさ、天国がゴスロリ戦も全然ちゃうの。あ、違う、こいつはね、メーヘラ戦もメーヘラ戦もゴスロリ。いや、でもゴスロリよりメーヘラの方が珍しい。え、ゴスロリ見つけるよりもメンヘラ見つける方が、どっちの方が難しいの。まあ、好きな女プレイヤーに関係ない。てかアンケートこれできんの。レベルがレベル25やったらさっきのやっぱやってたんだ。そうなの。できんの。できないやったらやりたい。アンケートできる。最近女プレイヤーのあれやな、露出が増えてきたから関東で。K.O. 好きな女プレイヤー。いや、それええやろ。やめてきますか。それええやろ。お前が付き合うことあの子だよ。無名じゃないですか。ラウンド1ファイト。お前何や、お前。俺逆ちょっとやりましょう。白馬白馬の方大変。白馬だから天国さんとマタさんがやるみたい。レバーやばいよ。だから負けてるな。保険
げてる。そんなことないけど、強かったんだ。あのこれ、ベンゴスさんの第何て言うのか知ってる？ベンゴスさんの第2。白馬風情が第2から入ってくんなよ。ヤクトじゃなくて白馬白馬お前、足毛専門じゃんか。はい、暴れる。アンケートアンケートやってないよ。アンケートやってない。アンケートしてないよ。誰か、お名前ですか。白馬対桐生。はい、やばい。完全にこう、それ専門やね、これは。カスタマイズは。弱すぎるんですけど、大丈夫ですか？こいつ弱すぎます。あんた、あ、
ストガチで選んでやっちゃうぞ。ガチで選んでもってねえ気持ち悪いな本当に。当たったんか。キングアマキン結構他のキングアマキンの参考にしたんやけど全然おらんからな。はいはい。ゆうさんこんな時間からやってるんだ放送。見えるから、ほんまに。そう、拾いもぐらい、拾いもぐらいから、なんか拾いもはなんか、かっこいいっすわとか言ってくれるけど、全然やってること違うし。チャレンジ。リスナーが待ってるんですけど。
ready for the next battle. Fight! K.O. Round 2. Fight! まあ持ってるの全然持ってないですね。コメントも流れてないです。これもう僕この試合終わったらここ戻ってくるわ。もう多分アギトルっすみんなこれもう白馬で終わってますよ。白馬がピークやった。白馬ピーク。Fight!
真面目放送の味なんですかね、これどんな話しようと思ったのかようわからんねんけど、また元流強かったっすか、あるっすか、後ろ何も喋ってないわ、やばいですね。最近の子は KO 知らないね。さっきのアンケートでびっくりしたよ。スティーブの黄金連携、ピーカブーワンツーからガードされた時に投げっすね。マジ強いっす。スティーブ弱くないですか。なんかやりたいことやってたら終わりましたね、第2戦は。あ、そうそうそう、その KO、 KO 強いよね、まあ、強いというか、なんか、まあ、空気読みみたいなのが上手やな、彼は。理由はないけど、なんか当たるみたいな。ユーユーの具合、うん、なかなか良かったよ、ユーユー。ゆうゆう荒れ狂ってる。
誰か入ってくれましたね、ありがとうございます。英語やってないんですかね。やってないんでしょうね。やったら強いんやろうけど、これまああと一枠いくんかな。いかんやろうね。これで最後でしょう。今日ちょっと僕も対戦しとったんで、なかなかあんま放送来れんくて申し訳ない。マウさん、ありがとうございます。これどうなんですかね。なんかもう僕おらん時でも勝手に放送させようと思ってるんですけど、藤沢に。あんまそれ良くないですかね。藤沢嫌いですか。嫌いなんでしょう、みんな。どうします。これ終わったら10分ぐらいだけあるんですけど、それもう一回枠取った方がいいですかね。嫌いっすか。まあ悪いやつじゃないですけどね。どうしようどうしよう。もういいっすか。延長延長というか枠取り、まあいいでしょうね。枠取ります。垂れ流しになるかもしれないけど、今日はここまで。アキンコさんめっちゃ閉じさせようとしますやん。大丈夫っすか。もうしていないです。OK。攻撃07。あ、俺優勝したやつか。あ、でもこの放送マジ垂れ流してるだけやから、言うのみの見た方がいいと思ってたのかな。ラース対策とかってあんのかね。あんまよく分からへんけど、中間距離は右なんやろな。ね、多分右なんやろうけど、なんかつまらんよな。まあ後で見ますわ。僕も教えてもらいますわ。まだ一応やってますけど、
一応やってはいますけどね。Get ready for the next battle. とりあえずなんか切らなあかんらしいんで切りますとは言った。まあまた次やるときよろしく。いますよね。Get ready for the next battle. エンジョこれカード使えるのちょっとエンジョしてください。Round one. Fight!